ピッチャーの花といえば先発完投といったのも今は昔、プロ野球界では先発、中継ぎ、抑えの役割分担が完全に定着しています。先発では能力を発揮しきれない選手が抑えになって開花するケースがあれば、もちろんその逆もあります。今回は先発から抑えに転向し大成功を収めた選手たちについて紹介します。まずはこの人、上原浩二。上原といえばレッドソックス時代の2013年ワールドシリーズの胴上げ投手となったことが思い出されますが、巨人1年目の1999年にいきなり20勝を挙げるなど先発陣の柱として活躍しました。2009年にはプロ入り前からの夢だったメジャーリーグ挑戦を果たし、オリオールズでは先発ローテーションの一角を担いますが、成績は芳しくなく怪我にも苦しみました。先発としては使えないと判断された上原は、復帰後はリリーフピッチャーに転向しました。しかしこれが上原の素質を開花させるきっかけとなったのです。落ちるボールが決め球のピッチャーの場合、どうしても暴投の不安がつきまといます。しかし抜群の制球力を誇る上原はスプリットをどんどん投げ込みました。これが小気味良い投球スタイルともマッチして、メジャーでも存在感を増していった上原はレッドソックスのクローザーにまで上り詰め、日米通算100勝100セーブ100ホールドという唯一無二の成績を残しました。2012年夏の甲子園で大会史上最多となる1試合22奪三振を奪う活躍を見せ、鳴り物入りで楽天に入団したのが松井裕樹です。星野仙一監督は先発ローテーション入りを明言し、開幕直後に先発デビューを果たしましたが、プロの洗礼を浴びて3連敗を喫しました。2軍で調整した後、6月に1軍復帰してからはリリーフとしても起用され、プロ初勝利は救援投手として挙げました。翌年以降はリリーフとしての適性を見出され、3年連続で30セーブ以上を挙げたほか、2019年にはついにセーブ王のタイトルに輝きます。しかし背番号が1であることからも分かるように、プロ入り当初から先発希望だった松井は2020年には先発に再チャレンジしますが、思うような結果が残せません。リリーフでの経験から、僕の先発はチームへの負担が大きいと冷静に分析した松井は、先発への未練をきっぱり断ち切り、再び楽天の守護神として存在感を発揮しています。巨人時代の2015年に36セーブ、2016年には37セーブでタイトルも獲得し、守護神としては実績十分ながらもファンをヒヤヒヤさせる内容も多いことから、沢村博一が登板すると沢村劇場と呼ばれることもありました。そんな沢村ですが、2010年のドラフト1位で入団した剛腕で先発ローテーションの一角を担って2年連続で2桁勝利を挙げました。しかしその後は成績が伸び悩み、チームの救援陣が不安定だったこともあって、原辰徳監督の発案によって2015年からはリリーフに配置転換されました。どっしりとした体格から150キロを超えるボールを投げ込むことから、リリーフとしての適性は十分あると思われましたが、故障と自身の不調もあって能力を発揮できないシーズンが続きました。沢村にとっての転機はロッテへのトレード、そしてレッドソックスへと移籍したことでしょう。レッドソックスではロン毛にヒゲと完全にイメチェンし、マウンド上でもふてぶてしさすら感じさせるほどの迫力あふれるピッチングを見せるようになりました。豊田清は西武時代の1997年と1999年に先発として10勝を挙げましたが、その頃の活躍を覚えているファンは少ないのではないでしょうか。やはり豊田といえばクローザーに転向した2001年以降の姿が鮮明です。2002年には当時のパリーグ記録を更新する38セーブを挙げ、防御率はなんと 0.78、 2003年も防御率 1.24、 38セーブで球界屈指の守護神へと駆け上がりました。5年間で134セーブを挙げた豊田は FA 権を行使して巨人に移籍し、2006年からは中継ぎに活躍の場を移します。そして2007年から続いた巨人のリーグ3連覇にも貢献しました。特に2008年のセットアッパー豊田からの抑えクルーンの継投はインパクト十分でした。エースから守護神へ、このパターンの先駆けとなったのが江夏豊です。江夏の野球人生は先発ピッチャーとリリーフピッチャーにきっちり二分されています。前半の阪神時代には4度の20勝オーバー、前人未到のシーズン400奪三振、オールスターでの9者連続奪三振など華々しい記録を残しています。一方、南海に移籍してからは広島時代に出場した日本シリーズにおける奇跡的な投球を描いた江夏の21球に代表されるように、記憶に残るリリーフピッチャーとして活躍しました。南海入りした江夏を説得しリリーフ転向を決断させたのは、当時プレーイングマネージャーだった野村克也でした。リリーフピッチャーの存在などほとんど認められていなかった時代、先発以外考えていない江夏は野村の提案を
そんなこととんでもないと当然のように拒否します。これに対し野村は、野球界に革命を起こしてみないかと語りかけました。ピッチャーの分業制の必要性を力説する野村の姿勢に可能性を感じた江夏はリリーフ転向を決めました。それ以降南海、広島、日本ハム、西武と守護神として渡り歩き、最後はメジャーにも挑戦してファンの心を打ったのでした。オリックスのセットアッパーや守護神を務め、メジャーでも一定の活躍を見せた後、再びオリックスへと戻り、日本一にも貢献した平野義久。すっかりリリーフの印象が定着している平野ですが、入団から数年間は先発ピッチャーとして起用されていました。先発ピッチャーとして伸び悩んでいた平野をリリーフに配置転換したのが、2010年から指揮を執った岡田彰布監督でした。阪神監督時代には藤川球児をセットアッパーとして体制させた経験があるだけに、就任後直ちに平野をリリーフへ転向させたのです。新たな起用法に応えた平野はリリーフ1年目から63試合に登板して、防御率 1.67、 39ホールドという好成績を残すとともに、翌年以降は不動のリリーバーとしての地位を確かにしていきました。阪神監督に復帰した岡田監督が、藤川、平野に続く新たな守護神を掘り当てるのかどうかも楽しみですね。球団首脳陣が短いイニングを投げることへの適性を感じた、あるいは投手陣の台所事情など、中継ぎや抑えへの転向理由は様々ですが、薮田康彦の場合は最後の賭け的なものでした。逆指名での入団だったため、先発としてチャンスは与えられてきましたが、多くても5勝程度しか上げられずに、すでに8シーズンが経過していました。トレード要員や戦力外となっても不思議ではなかった薮田ですが、9年目の2004年にリリーフへと転向したことで全てが変わったのです。先発時代は140キロ程度しか出なかった球速が、リリーフとなってからは150キロに迫るまでになり、2005年には強力なリリーフ陣の一員としてチームの日本一に貢献しました。2006年には日本代表に選ばれ、 WBC で活躍。それもあって2008年にはメジャー移籍も果たします。そしてロッテに復帰後は守護神も任されたのです。先発を辞めたことで、これほど野球人生が一変した選手も珍しいのではないでしょうか。オリックスで2013年から8シーズンにわたって在籍したのがブランドン・ディクソンです。派手な活躍こそありませんが、先発ピッチャーとして毎年のように8勝9勝を挙げてローテーションの一角を守りました。しかし自身の故障をきっかけにリリーフに転向することになります。2019年、右肩の怪我のために開幕2軍となったディクソンですが、その間に1軍救援陣に離脱者が相次いだことからリリーフ要員として復帰します。7年目にして初のホールドを記録すると、クローザーとして起用されるようになり、この年は結局18セーブを挙げ、新守護神となったのです。2020年はシーズンを通して守護神を務めましたが、2021年は日本政府による感染拡大防止策の影響で家族へのビザの発給が難航したため、揃って来日することができず、開幕後の5月にそのまま退団となってしまいました。残念な形でオリックスを去ったディクソンですが、日本での経験を買われて東京オリンピックのアメリカ代表に選ばれ、リリーフピッチャーとして銀メダル獲得に貢献しました。最速158キロのストレートを武器にソフトバンクやオリックスで活躍した真原孝博も、2軍からの復帰をきっかけにリリーフへの転身を果たしたピッチャーです。2003年ドラフトの自由枠でダイエーに入団した真原は、2004年シーズンの開幕4戦目で初先発初勝利を挙げ、大物ルーキーの片鱗を見せましたが、その後は振るわず3勝に終わります。2年目も開幕3戦目でプロ初完投勝利を飾りましたが、その後3連敗して2軍落ちしました。しかし復帰後、リリーフとして好投を続けた真原はクローザーに昇格して22セーブを記録します。王貞治監督から正式に守護神に指名された真原は、翌年以降無双状態のピッチングを続け、鷹の守護神として君臨したのです。右肩を手術した2012年はシーズン全休となりましたが、オリックスに移籍後の2014年にはセットアッパーとして復活してチームを支えました。オリックス一筋で2019年までの14シーズンにわたって投げ続けたのが岸田守です。社会人からドラフト3位で入団した岸田は、先発とリリーフの両方で起用される便利屋でした。リリーフといっても先発が打ち込まれた場合のロングリリーフが多く、そうした状況でも粘り強く投げることで少しずつ信頼を重ねていきました。すると先発の座をつかみ、2009年には2桁勝利を挙げますが、翌年の不調をきっかけにリリーフへと転向します。そこで11ホールド12セーブを挙げた岸田は抑えに定着し、先ほどご紹介した平野義久とともにオリックスの勝利の方程式を担いました。
育成から這い上がって先発ピッチャーのポジションをつかみ取り、その後は守護神も経験して、現在でもロッテの救援陣を支えているのが西野裕二です。2008年のドラフトで育成5位という低順位ながらロッテに入団した西野は、プロは入ってからがなんぼ、とばかりに奮闘しましたが、支配下契約までは4年の時間を要しました。しかしそこからは持ち前のマウンド度胸を武器に躍進し、2013年には先発として9勝を挙げます。さらに満塁の場面で登板してピンチを切り抜けたクライマックスシリーズでのピッチングが評価され、翌年には守護神に抜擢されます。そこで西野は防御率 1.86、 31セーブの好成績を挙げて、オフの日米野球でも守護神として活躍しました。サクセスストーリーを一気に突き進んだ西野の勢いは、母校がかつて甲子園で起こした新湊旋風のようでした。広島は2016年からセリーグ3連覇を果たしましたが、3年連続で優勝が決定する瞬間のマウンドに立っていたのが中崎翔太です。高卒プロ2年目で掴んだ初先発のチャンスでは6回まで無失点だったにもかかわらず、頭部死球を与えて危険球退場処分となった中崎。このことが暗示しているかのように先発としては1勝しか挙げられませんでしたが、2014年に怪我人が出た影響でセットアッパーに抜擢されると、リリーフとしての適性を発揮して結果を残し始めます。中崎のトレードマークとなっている睨みを聞かせた表情が出始めたのもこの頃で、当時の野村健次郎監督から、優しい顔だから意識して怖い顔を作れとアドバイスされたそうです。2015年シーズン途中から守護神となった中崎は、尾形浩一監督からの信頼も厚く、広島の3連覇を支えた鉄壁のリリーフ陣の中心として君臨しました。最後は現役の守護神として活躍する選手をご紹介します。阪神の絶対的守護神だったロベルト・スアレスの後継者として期待されたカイル・ケラーの不調により、2022年シーズンの阪神における守護神を任されたのが岩崎優です。ルーキーイヤーの2014年、プロ初登板初先発のマウンドを白星で飾ると、シーズン5勝を挙げました。しかし翌年以降は5回に打たれる試合が増えるなど、先発としては安定しない投球を繰り返し、一軍に定着することができません。しかし2016年シーズンの終盤、リリーフ左腕に故障者が続出したことで中継ぎに配置転換されると好投を続け、本格的に中継ぎとなりました。ポーカーフェイスで淡々と投げ続けるのがおなじみとなり、セットアッパーとしては抜群の安定感を誇った岩崎ですが、守護神としては救援失敗のケースも目立ったため、今後の起用法にも注目が集まっています。いかがでしたでしょうか。先発から抑えに転向したことで花開いた選手も多いものですね。シーズンオフの間は前年の戦いぶりや移籍などの状況を踏まえ、抑えにしたら面白そうなピッチャーを探してみるのも楽しいかもしれませんね。今後も野球に関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。